さあ、悶絶夏盛りガチャ2日目やっていきたいと思います。初日は S 出なかったので、ここいらで S が見たいなと思いつつも、俺は今日もアンパンを食らうということで、悶絶夏盛りガチャ生活2日目お送りしましょう。うん、そろそろ S ゴマが見える気がしますぞ。虹のかけらの購入とかそういう演出はあるんでしょうか、このガチャには。いや、あると思いたい。しかし虹のかけら、ピースオブゴールドが見えなくても端末がブルーれば全てが許される。うん、どうやら結果としては許されない。まあ前回の超コンパレードでね、神引きしたからね。なんか今日は神ゴマが全く見えない日だな。初日はすごい神ゴマ見えたんだけどね。ということで、短い動画ですがこの辺で終わります。皆さん2日目何出ましたでしょうか。あの、そういえば初日の動画のコメント見たんですけど、結構超コマ出てるみたいですね。なんかガルム当たったとか、アマテラス当たったとか、結構聞きます。うん、ということで、まだ私は、22連、だから88連あるのか。うん、まだ88連ありますから、私諦めませんよ。ということで、お疲れ様でした。